なんだよダッソ、こんな朝っぱらから珍しいな。実は頼みがあってさ、今日の夜リーンの誕生日会を開いてやるんだけど。もしかしてプレゼント代がないからってたくりに来たの？貸してくれるのか？貸さない。即答かよ。ま、借りた金でプレゼントしても喜ばないだろうしな。いつも世話になってるだろ。プレゼントでもと思ったんだが、何をあげるかで悩んでるんだ。つまり私たちにプレゼントを見立ててほしいということですか？そうそう、さすが理解が早くて助かるぜ。いい心がけだな。そういうことなら喜んで手伝おう。せっかくのお誕生日だしね。ハッピーバースデーリン。ありがとうみんな。まさかカズマたちまでお祝いしてくれるなんて思わなかったわ。おっと、俺のことも忘れてもらっちゃ困るぜ。ちゃんとプレゼントを用意してるからな。プレゼント？あんたが？朝からダストがうちに来てリーンのプレゼント選びを手伝ってくれってお願いするもんだから、みんなで選んだのよ。ちょ、それは言うなよ。いつも口を開けば金貸してくれっていうダストが私にプレゼントなんてね。槍でも振るんじゃない？槍なんか振ってたまるか。ほらよ、俺大したもんじゃねえけどいつも世話になってるしな。節？お前髪長いしな、こういうものなら邪魔にならないかと思って。あんたこんな気遣いができるなんて。やっぱり槍が振るかも。槍は振らないって言ってんだろ。ったく。ありがとね。それじゃあ改めておめでとう。乾杯。リンさん、お誕生日おめでとう。二人ともありがとね。わざわざお祝いの席を用意してくれるなんてさ。特にダースト、この前まで金欠で生活できないとか言ってたのによく余裕あったわね。おいおい、仲間の誕生日なんだぜ、なんとかするのが解消ってもんだろう。ふーん、そうだったの。私はてっきり人のお祝いにかこつけてタダでご飯食べに来たのかと思ってたけど。いく、な、何言ってんだよ。なわけねえだろ。ほら、この秋野菜の炒め物食ってみろよ、うまいから。はいはい、食べるわよ。というか食事中に大声出さないで、行儀悪いわよ。ああ、ゆゆも遠慮せず食べてね。みんなで食べた方が美味しいもの。うん、ありがとう。でもまだ胸がいっぱいで、こんな風に誰かの誕生日会を開くなんてまるで夢みたい。ああ、大げさね。そういや飲み物もうないよな。俺が注文してきてやるよ。何がいい？待った。やけに気前がいいわね。そういえば、今日のお勘定って誰が払うのかしら？それは…もちろん全部私持ちよ。リーンさんは払わなくていいから。全部？ラストは？こいつが誕生日会を開こうって言ったのよね。気持ちが伝わるからって、ダストさんも出したいけど私に譲ってくれるって言うから。はあ、やっぱりユンユン一人に無理させるのは気が引けるし、今日のお祝いは割り勘にしましょう。え、でもそれじゃあお祝いに。いいのよ、今日来てくれたそれだけで十分だから。リンさん悪いな、リン、ユンユンってことで今日は遠慮なく。あんたも払うのよバカダスト。ふん、痛たた、耳はやめろ、取れちまう。ほらほら、キャベツにトマトに焼きトウモロコシもありますよ。いっぱい食べてくださいね。ありがとうめぐみんさん。でも誕生日だからってこんなによくしてもらっていいのかな。遠慮することはない。そもそも今日はリーンを祝うために招待したのだからな。そうそう、
今日くらいは遠慮も気兼ねもなく過ごしてくれ。普段ダストのことで大変だろうしな。あはは、まあね。あいつこの間のクエストでも。リン、ちゃんと飲んで食べてるかしら。ほらシュワシュワで乾杯。こいつもう出来上がってやがる。アクアさん、ちょっとペースは早いんじゃない？飲んでばかりじゃなくて、この焼きトウモロコシもどうぞ。まったく、アクアは相変わらずですね。本当に世話が焼け、あらら、トマトが服に垂れちゃったね。じっとしてて、強く拭かないで、こうすれば。はい、綺麗になったよ。何から何まで悪いな。っておい、リーンのお祝いなのに、リーンに世話焼かれてどうするんだ。確かに、ついされるがままになってしまいました。手間をかけてしまってすまない。今日はリーンの誕生日だというのに。大丈夫よ、こういう役割の方がいつもと同じで落ち着くし。こうなったら仕切り直しだ。今度こそちゃんとリーンを祝うぞ。じゃあ改めて、誕生日おめでとうございます、リーン。なんだか照れるな。でも4人ともありがとう。すごく嬉しいよ。リーンさん、お誕生日おめでとう。これプレゼントです。つまらないものですが、私からも冒険の役に立つといいんだけど。おー、アクセサリーに装備の手入れ用品、ありがとね。ロリーサさんとも相談していろいろ考えたんですけど、実用的なものがいいかなって話になって。確かに長いこと使ってるのもあるし、買えるにはいい機会だったかも。リーンさんには普段からお世話になっていますから、選ぶ時もいろいろ考えました。どういたしまして。にしても驚いたわ、最近本当に忙しくて誕生日のことなんて忘れちゃってたし。それでちょっと確認なんだけどさ、あいつは？はい？あ、もしかしてダストさん？うん、まあね。何日か前から見ないから、そろそろ探しに行かないとって思ってたんだけど。確かにギルドにも全然来ていないような。そっか、ありがとう。カズマたちにも聞いてみた方が良さそうね。カズマがどうしたって？今までどこをほっつき歩いてたのよ。というか、なんかやっつれてない？大丈夫？俺のことはいい。それよりこれやるよ。え、ポーション？それにしては変わった色。これな、超レアアイテムで、あっという間に疲れが取れるらしいんだ。最近忙しそうにしてたし、使えよ。今日誕生日だろ。おめでとう、リン。ダスト、ちょっと待って、もしかして借金とか変なトラブル起こしてないわよね？は？なんでそうなんだよ。いつもそうだからよ。プレゼントは嬉しいけど、多額の借金作ってましたとか、そういうのはごめんよ。いくらダストさんでも今日くらいはまともに。はぁ、やっぱお前にはかなわねえな、リン。え？悪い、このポーションバカみてえに高級品だよ。とりあえず利子分だけでも金貸してくれ。プレゼントあげた相手に即たかるって頭どうなってんのよ、このバカ。あんた、おい、原稿はなしだろ。原稿はよ。ほら、いいからクエスト行くわよ。早くお金稼がないと本当に破産しちゃうんだから。それじゃあ行くわよ。ありがとう。ダストから大事な話があるって連れてこられて何事かと思ったけど、こんな風に祝ってもらえるなんてね。てっきりまたいつもみたいに借金のお願いだと思ってたわ。おい、どんだけ信用ないんだよ。完全に日頃の行いってやつだな。
今日はカズマがリーンの好きな料理を作ってくれるらしいわよ。遠慮せずに何でもリクエストしてね。え、本当？じゃあ野菜スティック盛り合わせをお願い。何でもいいって言ってんのに質素すぎねえか。別にいいでしょ、好きなんだから。へい、お待ち。こんなこともあろうかと今日は他にも野菜料理をたくさん用意してるぜ。わあ、ありがとう。どれも美味しそう。このかぼちゃのパイなんて特に。あらあら、よかったわね、ラスト。お前、余計なこと言うなって。え、どういうこと。実はな、リーンを喜ばせたいからってダストがパンプキンの討伐クエストに参加してきてさ、それで作ったやつなんだ。堂々と自分が取ってきたって言えばいいのにね。何を照れてるのかしら。うっせ、こういう時は黙っておく良さってもんが男にはあるんだよ。そうだったのね。ラスト、ありがとう。へいへい、いいからさっさと食えよ。特別な味がするかも。今日のことはずっと覚えてられそう。みんな本当にありがとね。